ラブリオはギリシャのアッティカ地方南東部に位置する港町。古代ギリシアではラウリオンと呼ばれ銀の産出地として知られていた。現在はラブレオ的地の一部となっており、その成長所在地である。古代ギリシア語ではラウリオンと呼ばれたが、その後11世紀初めまでは取り越す中世から19世紀にかけてはエルガスティリとして知られた。また、 ラテン語ではラウリウムとなり、この名で言及されることもよくある。古代ギリシアにおけるラウリオンは銀山として知られ、都市国家アテナンの主要な収入源の一つとなっていた。産出した銀は主に銀貨に鋳造された。ラウリオンは鉱山で働く奴隷を過酷に扱うことで悪名が高かった。現在のラブリオは港町であるが、金棒のピレウスに比べると重要性は、 格段と低い。ラブリオは、アテネの南東およそ60キロメートル、ケラテアの南東、スニオ岬の北に位置しており、東の沖にマクロニソス島を望む湾に面している。港を中心に、格子状の街路が市街地に広がっている。ギリシャの国道グレーンマイナス89が街を貫いて走っており、南方のスニオまで達している。マラトンの戦いの後、 テミストクレスは、アテナイ市民を説得し、紀元前483年頃に、主な銀山から見込まれる収入を当てにして、アテネの艦隊を3段海戦200隻にまで増強し、アテナイの海軍力の基礎を固めた。当時、鉱山は国有とされており、定められた一定水準の産出量に加え、投下される労働量に応じた量が産出された。 労働力は、もっぱら奴隷労働に依拠していた。紀元前5世紀末になると、産出量は減少したが、これは、ペロポネソス戦争の際に、スパルタがデケレアを占領したことが原因の一つになっていた。その後も鉱山は採掘され続けたが、ストラボンは、もはや先行クズからも取れるものは取り尽くされたと記録し、パウサニアスは、銀山は、過去のものでしかないと語った。 古代からの採掘法である縦坑と坑道によって鉱石を放り出し選別台で水洗いしながら鉱石を集めるという手法は現代でも各地で見られるものであるこの地域では流量に恵まれた川などはなかったが天水を貯める水槽や貯水池の技術が発達していた20世紀初めにフランスとギリシャの企業が当地で鉱山の再開発に取り組んだが 主に採掘されたのは鉛、マンガン、カドミウムであった。近代における街の人口は、1907年時点で1万7人であった。アテネ国際空港は、ラブリオから3 5トル、自動車で30分ほど離れた場所にある。ラブリオからアテネまで自動車では、ラブリオ、スニオ自動車道とアッティキオドス有料道路を経て、1時間ほどで到達する。 アテネへの移動手段として、さらに便利な方法は、パークライドである。ラブリオからコロピ鉄道駅まで自動車で行き、そこでアテネの都心へ行く列車、ポロアスティアコスカ地下鉄に乗り換えればよい。かつてラブリオは、アテネイコールラブリオ鉄道の終着駅であったが、この鉄道は1957年に廃線となった。ありがとうございます。